はいどうも、赤大好きレッド社長ことトーポンでございます。今回マインクラフトをやろうと思ったらですね、前回のデータあったわすごいね、よかった。オンレッ、ちょっとっけ、あ、懐かしい、懐かしい、この、なんで俺これやめたんだっけ。データが壊れたとかなんとか言ってたよね。できるわこっちでもできるわおっしゃー、やったぜ、やったぜ、くそくそうわ、スキンだけかわいい、かわいい、かわいいな、お前、かわいいな、かわいいな、なんだお前そのかわいさ、スキンだけ変わってしまったと。もう久しぶりすぎてわかんねん、どこに何が。あ、そこ、あそこにいる。下のキノコハウス作って、ああ、屋根作ったね、そう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 。で、じゃがいも、ほら入ってる、思い出した、ライギターの思い出したよ。ガラス、なに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 、うわうわ、大量のガラスが入ってる。なに、え、なに、なに、上、上どこ、横、ここ、なるほど、ほう、なるほど、思い出してきたぞ。よしよしよし、よし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 。ただね、残念ではないけど、あのね、もう俺もう最初からやる気満々だった、逆にだからもうね、仕事中とかにどうすっかな、どうせ村見つかんねえよな、じゃあリスポーン地点に速攻なんか建物とか気づいちゃおうかなとか思って、建物を作ってそこにいろんなアイテムを収めておこうかと思って、で高い塔を作ってね、そこから周り見渡せるようにしとけばね、いいかなと思って、そこを拠点にこう周りの村を探していくっていう風な形にしようと思っていたんだ。そしたらこのありさまだ、できちゃった、できちゃった、できちゃったんだいや嬉しいよ、嬉しいけどさ、できてよかった、よかったけど、じゃあなんで前のアカウントでできないんだって話になってくるじゃんなんでデータがあるんだってことは、今回同じアドレスで登録してる、あの、もともと使ってた、前使ってたアカウントと同じアドレス、もしくは同じアカウントでやったってこと。ってことは同じアドレスってことで、同じアドレス同じアカウントってことか。じゃないと引き継げないよね。むしろなんで引き継いでんだって話だ。アカウント変えたのなんであんだ、あ、パソコン上に、俺のパソコン上にデータがあった。なるほど。え、あ、うん。なるほど。で、だから何、だからどうした、だからどうした、なんでできんだ、なんでできんだ、仮に俺のパソコン上にデータがあって、なんでインストールできんだ。インストールじゃねえ、もういい。わけわかんないからもういい、考えない。なんで言ってっからこういうことになるんだろう。あ、ここ、お前、半身になるからそこはつけないでっていう。あ、そこはいい。いや、そこも違う。こう。そう、どうしようかって話してたね、これ。徐々にお前、俺の記憶力を舐めないでいい。だから、扉をつけちゃうと、ここ四角がポコってなっちゃうから、扉をつけない方向で行こうとか言ってたような気がするんで。
もしくは全部四角いプロ、全部四角いいくっていう話になった時、いやどうするかはまた後で考えますっつって、だいぶ前にやったやつ言ってたような気もしないでもないけど、わからないので、それは皆さんの方で確認してください。私は確認しない、私はもう確認する気などない、赤い羽はない、赤い羽はどこぞ、どこぞやって、うえい、くそ、あっちのもう一つの方のデータもできちゃうことへの対するショック。確かだけど、あっちはもう入ったらワールドが壊れてて、それでもうダメだっていうことでこっちのワールドを作ったんで、でマイクラを一回アンインストールしたり、いろいろやってダメだったからこっちのワールド来てる。なんでできちゃう、アカウント変えたらなんでできちゃう、どういうこと、どういうこと、その辺をはっきりしていただきたい。何なんだ、どう、何基準だ、そこら辺、なんでバグった前回。なんで前回バグって入れなくなって、入れはした、入れたけど、あの村にどでかい穴が開いてしまって、残念な結果になってから、なんだ、なんでなくなってた、いや、なくなったかどうかはまだ確認してなかったけど、確かにチラッと入っただけだけど、もしかしたらどでかい穴はまだ開いてるかもしれないけど、なんだ、はい、こういう風に置いたらすげえおしゃれじゃね、フェンスじゃなくて、いいんじゃないこれ、ね、危ない、はい、まあ何はともあれね、まあこうして、あっ、そうするんだけど、よかった、いいね、まあ、こうしてまたマインクラフトこのワールドでできることを、まあなんだかんだで嬉しく思うけど、上から見せた、まあなんだかんだね、正直やる気起きなかったよ。それでもなんか最初の地点にリスポーン地点を作ってとかいろいろ考えてるうちにやる気が起きて、よし最初からやろうっつって頑張るぞっつってスイッチを切り替えた瞬間で、起動した瞬間であるんだ。そりゃびっくりするさ、びっくりした結果文句も言うさ、だってびっくりするでしょ、もう失ったかと思ってた、もうできないと思ってたゲームのデータでできる、そんなことなかなかないじゃないか、ねえ、なかなかいいんじゃないか、この出っ張り具合が逆にいいんじゃないか、危ない、いいね、逆にいいね、その出っ張り感、出っ張り感、突っ張り感、くそ、あ、待てない、赤い花がない、取り行かなくちゃいけないのか、やべ、今回赤い花を探す大冒険の始まりだ、最後コップンさんの力に頼るけど、いやみんな久しぶりだな、元気だったかこれ、社長が帰ってきたよ、手がすげえなんか変な、いや今気づいた、魚肉ソーセージがあるわ右側に、おかしいな、右画面右下に魚肉ソーセージ映ってるわ、ここ撮りたくないんだよな、つか撮りすぎだろ、もうこれ以上撮ったら、まあいっか、まあ、撮っても大丈夫ね、ここに置いてあるんだけど、よし、
俺なんか募集してなかったっけ、この村なんか募集してたような気がする。階段か、階段はもう募集終了したか、完成してるもんな。いつの間にいいのか、これでいっか、まあいっか、これでこうやっていけるっていう。はっはっはっ、やめてくれ、これ以上やめてくれ、これ以上高くしてくれ、これなんかこの赤いガラスいい感じだなと思って、上これでピラミッド状に覆っちゃおうかなとか思ったけど、やめておく。作業台があっちにないのが大変だな。まあ二度とあそこに、完成したらあっちには行かないだろうからいいけど、あそこはね観光用の場所だ。あれ最終的にこう俺の家にするって言ったんだっけ、デパートじゃなく、デパートにするって言ったんだっけ。はい、完成。てってれってれってって。ネザイクって言ってたっけ。何にするって。あの辺にキノコを立てるっていうのは覚えてるよ。すげえやる気起きないんだけどさ。すんげえめんどくさい発想をしたなって今思って。でも確かにこの茶色いこのキノコで、このジャックオーランタンのこの配置ね、であそこ立てたらまあいい感じになりそうっちゃなりそうだしね。あっちも整地してね、展望デッキ作りたいなとは思うし、展望デッキ作ろうか。ジャングルには行きたくないって、めんどくさい。別のアカウントで人のワールドで遊んでるみたいな感じでしょ、これ。え？マジで？俺のワールドで誰かが遊んでんの？え？やだ。勘弁。それは勘弁して。砂漠の神殿行ったら砂漠の神殿がごっそりなくなってたとか嫌なんだけど。まあないよ。ありえない。こんな再生回数の低い人間のマインクラフトをハッキングしたところで何が面白い。でしてもね、ほんと再生回数がわけわかんないんだ。
おそらくグラセフ実況のは、まあ6っていう少ない再生回数ではあるけど、間違いなくいろんな、あれ？なんで俺弓持ってんの？おそらく6人っていうのは間違いなく6回再生されてることは間違いない。ただね、普通のじゃねえよ、マイクラ実況をした時に見てくださってる100何回っていうのは絶対そんな言ってない、再生時間が追いついてないもん。あ、ってことは出だしでみんな飽きちゃってらっしゃる的な感じなのかな。出だしで全部見切ったみたいな、最初と最後しか見てない感じ、もしかして。へえ、まあ確かに一番盛り上がるのは最初の序盤、ずっと喋っててテンションを保ってられるのは序盤10分程度だし、まあ何をするかっていうのもそこで言っちゃってるけどね。要は最後の方でそれがどうなったかっていうのもある程度説明入るから、まあ、最初と最後だけ見れば全部分かっちゃうみたいなところもあるけど、あ、ってことは社長のトークはいらない的なあれなの。ピュアな社長のトークはいらないと。たまえこのピュアな顔。なみたいじゃないか。ちなみにさっき、あれ、どうやってスキン変更するんだっけと思って。ちょっとね、焦って。やべ、作ったのに。前回スキン変更のあれをやって、明日投稿しますとか言っといて、投稿できねえ。うわー、なんだあれ、すげえ綺麗。うわーいい、あの建物、このレインボーさが素晴らしい。となるとあれを増築するとなると、レインボーで横側にこのままの流れで、ここの色の流れでそのまま行きたいね、側面。あっちだ、あれは増築できる。アカウントが違うからなのか何なのかは別として、すごいスムーズい、すごくスムーズいでございます。いや、よかった、まあ、時はね血迷って GTA に行ったけど大して伸びなかったからびっくりした。結構 GT あの AFM.FM の方、 AFMASK だ。なんで AFM って。ASK.FM の方にね、質問、あれ？そっちで GTA 実況しないんですかって言われたんだっけ。どっかで GTA 実況はしないんですかと言われ、さらに PS3 のフレンドさんからも GTA 実況してくださいということで、まあ、やったんだけどもね。びっくりしたよ。全然見ねえじゃねえかっつってこんなに伸びないものなのかと。逆に言えば俺の動画を見てくれてる人がそれだけしかいないっていう確認にはなった。マインクラフトは多分誤射的な部分があるんじゃないか。他の人のマインクラフトの動画を見ようと思ってマインクラフトって調べて、結果俺のがヒットして、たまたまチラッと見た結果、見てすぐいなくなるみたいなすぐ閉じてるみたいな。ただチャンネル登録者が増えたね。 GTA やったら1人増えたかな、わかんないよ、タイミング。わかんない。だからもうチャンネルじゃねえ。再生数はもう気にしないでおこうと思って。あれはただの目安であって。
まあね、それが目安になってる以上、まあね、それが再生回数が多ければ出来のいい動画なわけだし、再生回数が少なければ出来の悪い動画なわけだから、まあそれをただの目安として考えるのも、まあ、間違っちゃいるだろうけども、何を信じたらいいか分かんない。再生回数とかちゃんとしてないから、100回言ってるとはいえねえ、再生回数が100回いったところで再生時間がそれに、まあ、30分のだから動画なら300時間になっても300時間になるはずなんで、はずなんだけどなってない。え、そうなってくるともうそれは信用できないとなってきちゃうわけでね。この塔邪魔だよ、何してんだよこの塔、景観を損ねる、何のための塔だ、俺なんでこれ建てた、目印か、まあまあまあ、こんだけ山あれば、目印立てた結果、これ迷ってるけどね。結構、結構迷ってるけどね。だってあっちからこう行って、こう行って、こうやって帰ってきたことあったしね。あっちの方に、ダークオークだかなんか探しに行ってさ、こう迷った結果、こう来て、こうだ。この塔見えてないから。あっちから来るときなんでも、だいたい道を覚えちゃってるから。何回も死にすぎて。塔じゃなくて、記憶力で帰ってこれちゃってるから。ってなると、この当時はまだな、砂で作りやがったな、砂なら下から解体できたからな。土だと解体できないからな。まあ上の方にさ、まあ、レッドカンパニーっていう看板をあそこつなげてさ、つなげる、どうやってつなげるんだって話だけどさ、そんな長いはしごを作るのも大変だし。なんだ、テレキ工事。お前はなんだ、あ、野放しくん。野放しくんか。この茶色、ああ、そっか。カモフラージュか。こっち土ブロックで埋めてないのに、こっち土ブロックで植わってんなと思って。あそこは下通るからいいけど。ブン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 。いや、懐かしいな、怖いの。なんか言われてたような気がするけど。あ、直したんだっけ。懐かしい。懐かしいな。懐かしいな。よかった、帰ってこれた。寝かせてよ。これ以上喋れないよ。